絶海の孤島、男女群島。長崎県五島列島の南西およそ70キロ、東シナ海にある無人島。男女群島は5つの島からなる。北から順に最も大きな雄島、黒木島、中之島、花栗島、最南端の目島。規格外の巨大魚がうごめき、全国の釣り人が憧れる聖地だ。あ、キョロ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 、あ、起きた。あ、釣り人たちはモンスターを仕留めようとその磯に立つ。ここでは昼夜を問わず激闘が繰り広げられる。食った。開かないと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 、暴れたらハズがいる。いや、あらだ、あらあらあら、でかい、でかい、でかい。よし、やりました。幻の魚クエでさえ当たり前に出会えるのだ。男女群島に挑んだのは村田雄貴。男女群島に魅せられて10年、ハイシーズンには毎週訪れるというロックショアアングラー。今回村田が10年通って一度も上がれなかった幻の磯に渡ることができた。肥前鳥島、ベタナギの日にしか渡れない特急磯。すぎるすぎる。ちょっと掴んで。開けない。ああ、まあ絶対取っとかないかんやつだった今。まる悔しい。取った。よし、来やな来やな。絶海の孤島で巨大魚と戦ったアングラー村田雄貴。夢を追った3日間。男女群島でモンスターに挑む。深夜1時、釣り人でにぎわう長崎県田平港。今日はですね、いつか男女群島と言われる絶海のことを男女群島に行きたいと思います。男女群島ですか、はい、ね、ターゲット的にはどんな方ですか、ね、ターゲット的には昼はカンパチ、ヒラマサ、キアダマグロ、はい、青物メインでやろうと思ってます。はい、はい、そうですか。いや、夜もやられるんですか。夜は、アラ狙いでサワを入れて行こうと思ってます、はい、お願いします。今日はよろしくお願いいたします。今回は3日間の遠征。磯止まりで昼夜を問わずモンスターを狙う釣り。食事も自炊なので大荷物です。最初の行き先は長崎県五島列島から南西およそ60キロ、男女群島の北西の外れ、肥前鳥島です。絶海の孤島にはアジカブラック軍団で知られる超高速船の一つ、ブラックヘラクレスで向かいます。港から肥前鳥島までは190キロ、およそ3時間です。3日間のサバイバルゲームに備え、釣り人は船でひとときの休息を取ります。
夜が明けた午前5時半、失踪する船の前に絶海の孤島が姿を現しました。普段は波をかぶり船をつけることすら難しい肥前鳥島、この日は天候に恵まれました。ここに上がるか、あっちの方からここに上がるかやけんか、これ正午のところの方が上がるかもやけんか。同じ船に乗っていた底物釣り師やルアーマンが次々に磯に渡ります。あっちの左のとったんから、それはもう水深はもう200ぐらいある80ぐらいとか。村田さん念願の肥前鳥島に上がります。絶壁を登りますが、肥前鳥島の磯は糊が付着していてとにかくよく滑ります。荷物を上げるだけでも一苦労です。上がるだけで体力の3分の1は削られたね。肥前鳥島は北小島、中小島、南小島の3つの島からなります。村田さんが上がった磯は中小島、北側の高場です。肥前鳥島での貴重な時間、急いでメタルジグをセットします。鳥島がですね、僕2回予約して2回とも来てないんで、今回初めてです。なかなか上がることのできない。そうですね、もう見ての通り絶壁だしランディングも難しいんですけど、ちょっと1本これより頑張ろうと思います。すごいですね、脇黒が。さすが。突然湧いてきたグレ、この海域は大型オナガグレの巣窟なのです。まず追い風になる北西面に釣り竿を構えます。多分感じ的に30メーターとかあんまり深くないんで、浅い。浅いだけに根掛かりのリスクが隣り合わせ。やっぱり初めてのところはもう何が来るか分からんので、もうずっと気が抜けないんで、楽しめ楽しめですけど、撤収にならないように祈るだけですね。ちょっと肥前鳥島は天候が変わりやすい、船はいつでも撤収できるように近くで待機しています。もう来て乗れんかったとか、もう10分で撤収とか、もう全然いいと思います。地形が分からんけね、なかなか難しいですね、初めてのところは。違う、食ってる食ってる。ヒント、ポール。ポールの当たりをかけました。何がかかっているのか、ロッドが大きく曲がります。まあまあ良さそうよ。何やろうね、ポールで。あ、過ぎよ過ぎよ。なんか、いや、スレだな、スレ。背中にかかっと。そっちから抜こうか。よいしょ。スマガツオ、スレですけど。スマガツオが釣れましたが、狙っているのはこのサイズではありません。魚が小さかったので、試しに反対側の北小島との水道を探ります。
深いね。80ぐらいあるんじゃない。あ、食うのはでもこっちっぽいね、あっちよりは。早速当たりを捉えました。あ、行くね、やっぱり。次はどんな魚が釣れたのか。水ありて魚あり、魚ありて釣りあり、来た時よりも美しく魚の住める世界を。肥前鳥島でモンスターを狙う村田さんにヒット。あ、食った。水深がある東向きで当たりを捉えました。あ、行くね、やっぱり。大したサイズじゃないけど。手前は根が張り出しているので魚を一気に浮かせなければなりません。掴んでいいよ。あ、もうそこ浮いた。ネギゴネギゴ、ちっちゃい。抜き上げろ。はい、ちょっと掴んで。はい、ネギ。今度はカンパチ。しかし、サイズが伸びません。見てなんかどう流れとるっていうよりもやっぱり投げてその重さで感じてそれを分かった方がなんかいいんじゃないかな。最近なんかトップからやる人が多いんですけど、やっぱりそこの潮って分からないんですよね。潮感じるというか、なんかその魚が釣れる重さっていうのがなんかなんとチームの中であって、でその層があればもうずっとジグで攻めて。魚食ってきたタイミングってそれまで潮動いてなくて次投げたら動いとったとか動き始めとか緩みところで食ってくるんで、それはやっぱり投げ続けとかと感じれるので、頑張ってもうキープキャストしまくってください。メタルジグの引き抵抗が重すぎる場所は魚が落ち着かず、軽すぎるとスイッチが入らない。程よい重さを感じる場所を探ります。おっしゃ、当たった。あ、外れた。くそ、スコーンって抜けない。メタルジグを止めずに誘い続けていると、あ、当たった。おった、あ、つまるか、めっちゃついてくるわ。おった、またもヒット。今度は何が食った。あ、当たった。当たった。おった。あ、詰まるか。めっちゃついてくるわ。おった。あ、まだ入った。もう。あ、すぐ入るっすね。やっぱ当て漁やけんね。上。かけてすぐに根に入られてしまいました。やばい、この背の際っすね。際で結構出てきて。ダメか、取れんかな。残念、取りきれなかったっす。くそ。程よい引き抵抗がある場所を繰り返し探ります。なんか手前来るね。ほら、
さっきのと一緒ぐらいかな。よいしょ、つかめる？はい、はい。一気に巻き上げて、はい、カンパチを取り込みました。深い毛疲れるね。かかり方もいい感じでかかってますね。もう夢の島なんで、はい、このサイズを狙いに来たわけじゃないんで頑張りますけど、ちょっと夜もあるんでおいおいやりながら。村田さんは休むことなくジグをしゃくり続けます。船長からのプレッシャーが期待に応えようとしゃくり続けます。あ、食った。あ、すぎるすぎる。肥前鳥島のモンスターか。やっぱり手前が塩ちょっと。力強い走りでロッドを曲げます。あ、すぎるすぎる。浮くよ、もうちょっと掴んで。あっ、ラインブレイク。急ぎ輪の張り出しにすれて切れました。あ、一瞬浮いたけどな、そこで。5、6キロっすね。もうちょっと頑張って浮かしたかった。もうちょいあったかも。あー、くそ。まあ、もう絶対取っとかないかんやつだった今。バル悔しい。あんだけ投げて、あんだけ一発で、あんなサイズに切られたらつまらんばい、ほんま。全然ドラゴン出てないけどね。もう自分の過信や。前出とったら一歩出とけばよかった。ちょっと村田さん、痛恨のラインブレイクでした。あれがあるからやめれないんですよ。人生路頭に迷うことになる。肥前鳥島での釣りはここでタイムアップ。残念ながら肥前鳥島で大物は取りきれませんでした。およそ1時間かけて次に向かったのは男女群島の西磯。渡ったのは花栗島。目島との水道沿いにある石塚という磯です。午後6時、石塚に渡りました。この日はここで磯止まり。結果だけを出してくれ。結果だけを。夕まずめからまた新たに何か狙うってことなんですか。そうですね、もう暗くなるので、今回追加になったガムシャ南方ツアモンの6号座をこれでスタンディングアライにチャレンジしたいと思います。男女群島では夜釣りでクエが狙えます。村田さんは寝る間を惜しんでぶっ込み釣りで幻の魚クエに挑むのです。餌は
冷凍のサバを使います。もう足元から10メーターぐらいあるんで、足元でも十分チャンスあります。ほとんど休憩も挟まずクエ狙いが始まりました。明るかったらゲドウで赤旗でも食ってくれりゃいいっちゃけどね。最初何が当たってくるのか、ドキドキ感がたまりません。あ、なんか危ねえ、ウツボがなんか食いよった。完全餌取りの取り方やね。うん、これの繰り返しですわ。いつクエが回ってくるか分かりません。すぐに餌を付け替えて仕掛けを投入。餌が常に海底にある状態を作ります。もうちょっと暗くなってからかな。あ、もう餌ないばい。これ多分クエは警戒心が強いので、プレッシャーを与えにくい赤いライトを使います。村田さんは波音だけが聞こえる暗闇の中で当たりを待ちます。この後ライトを消しました。食った。なんか、いや、違うわ。赤ライト、赤ライト、赤ライト、赤ライト。暴れたらハズがいる。あ、デカウスか。いや、アラだ。アラアラアラ。まだでも、あの、赤にしとってください。あの、かかりが浅かったらもう暴れたらハズがいるんで。かかっとる、ちゃんと貫通しとる。オッケー、だったら5キロぐらいあるばい。もう照らしていいっすよ、いいっすいいっす。上げるよ、曲げるよ、待ってよ、無理するよ。ういういういっしゃ、やったぜ。あら、幻の魚クエでさえも簡単に釣れる。それが男女群島の凄さです。そして次回の男女群島編では、青物を狙った迫力のトップゲーム、さらにキハダマグロとのパワーゲームも。絶海の孤島、男女群島でモンスターと激闘、ご期待ください。